ミーハーは正義、今日の一言です、皆様どうですか。今日はですね、岸和田駅東出口出ましてですね、パッと見ましたら、ハト13羽おりましたね。天気もいいですし、ベンチでおじいちゃん2人ぐらいこうもう飲んではったんですけど、足の周りにそのハトたちが群がってるぐらい、ハトってなんか私の記憶では50センチぐらいはずっとその人間との間を取るっていうぐらいの、全然50センチとかないぐらい、15センチぐらいのでもう足の周り、いやもう5センチもないかなぐらいで、おじいちゃんの足の周りにねたくさんいてはりました。まあ餌やってはったんかな。であれですよね、やっぱり明日から緊急事態宣言が発令されますので、なんか電車は少なかったんですけど、人は電車に乗る前に道に人がたくさんいました。もうこんなあんまり外出でもこの、ま、外出禁止っていうところまでは行ってないんですよね、きっとね。だからまあ出れるっちゃ出れるけど、まあこんな土曜日にこうわーってなれるのが、まあ、今日が最後なんかなぐらいで、皆さんも出ようと思ってはるんですかね。はい、今日はですね、破滅の壺やりますね。4月24日の今日は何の日もとりあえず言います。今日いっぱいやらなあかんことが、言わなあかんことがいっぱいあるんで、トントンとやっていかなあかんなと思ってるんですけども、はい、今日はですね、日本ダービー記念日です。1932年目黒競馬場で日本初のダービーが開催された日でございます。あとは渋市の日らしいです。2006年1月1日の合併により誕生した鹿児島県渋市市が制定、語呂合わせでね、なったみたいです。あと少女漫画、週刊マーガレット創刊の日で、全国学力テスト4月24日あたりにしてるんですかね、の日らしいですね。なんかあれですよね、もう言うても今その全国学力テストとかも密になるからね、それこそ競馬とかももうあれじゃないですか、もう無理なんじゃないんですか今ね。だからだって家電量販店とか大きい百貨店とか、何ですか、スーパーというか、そのスーパー込み込みのなんかもっと大きいとことかかなっていうのとかも無理なんでしょ多分ね。1000平方メートルでしたっけ、以上、あ、じゃあ以下、あ、以上かのところがあれなんですよね。もう休業ですわ、4月25日から明日からですけども、はい。で破滅の壺をねやっていこうかなと思ってるんですけど、まずね破滅っていうのは何なんかなと思ってちょっと調べてみたところですね、まあ存在価値を失うまでにダメになることみたいな、人が身を滅ぼすこと、滅びること、人格、家、国家などが成り立たなくなることを破滅と呼ぶらしいですね。はい、まあ、なぜ今日これにしたかというとですね、まあこうお便りも来てるんですよいっぱいね。でもまあその、まあ、川久保もこれはちょっともう緊急事態宣言でまあえらい目に遭うてるわけですよ。まあ皆さんえらい目に遭うてますけど、また出るんかっていうことで、もうこれ自体がちょっと破滅に向かっていってるんちゃうかなっていう、今日ちょっといつもより真面目な感じの話もしてみようかなとは思っちゃったんですけど、でまあなんでそう思うかっていうと、まあ生きづらくなるっていうのはもちろんあるんですけど、まあコロナでね、で人流止めなあかんから人の流れがない状態、まあ一個一人折れへんくなるみたいな状態になるわけでしょ町もね。で消灯したら人がおらんくなるかっていうのまたそれもちょっと違う話かなとは思うんですけど、そんな状態に皆さんなっていくわけですよ。ですね、あ、ちょっとその前に一曲挟んどこうかなと思います。はい、でね今日はねガンガン私の好きな曲をかけていきます。光が集まった長い旅の果てに使う
はい、アブソルート5、ワルキューレさんの歌だったんですけど、ちょっと変更しましてお便りを読んでいこうかなと思います。ツイッターの方からですね、これはね、全日本正明さん、この国の役人や大学教員はこの国の飲食店や働いている人を困らせたいのかと思う緊急事態宣言に破滅させる気かと思ってしまいます。今ねちょっとね私も言いかけましたけどね、確かにねそういう風に思う人いっぱいおるでしょうね。まあだって私、まあ、4月25日から私も休業になるわけなんですけども、私が休業するとその、まあ、酒屋さん の, 発注がなくなるわけですから、っていうことは飲食店全部がそうなると酒屋さんまずですし、その関わるその食料を入れてはるところとかは、食材とかを入れてはる方はその食材も少なくなるしってすごい問題になりましたよね、最初の時もね。まあこれはもう完璧に破滅に向かっていってるんじゃないかなってまず思うわけですよ。だからその何、まあ皆さん初めてのことやし、その、まあ、上の方たちも国の方たちもそれ初めてのことなんで、確かにまあ、試してみては分からへんっていうところはあるんですけど、まあちょっと破滅寄りですよねこれはね。でカランクボが一番思うのはですね、そのね最近ねこう思ったことなんですよ。だから何が一番破滅か、だって、まあ、もう一歩前段階のことを言うと、まず人流を止める、コロナで人流を止めるって今緊急事態宣言、まあ店潰れる云々の前にもう一個前に戻るとね、人とまず出会えないっていうことでしょ。っていうことは男女が出会えないってことなんでしょ。でマッチングアプリとかね、まあ川久保もよう言ってるけど、マッチングアプリなんて出会ったところでっていう話ですよ。マッチングアプリでその間に出会ってもだって店開いてへんねんから、そこで話にも行かれへんし実際会われへんってことじゃないですか。ってなるともう子孫繁栄できなくなるわけなんですよ。ほな子孫繁栄ができないっていうこの状態は完璧に破滅に向かっていってるんですよね。でこれからその考えたんですよ。じゃあどうすんねんと。なんかあれですよ、だからマスク越しのキスとか、まあ、リモートセックスとかリモートデリヘルとか、もう全身コンドームとかそういうのが結構流行っていくんじゃないかなって思うぐらいのこの破滅への道なんですよこれはね。そこちょっとなんとなくもうちょっと生身を感じたいなっていうのがありますよね。破滅に向かわんためには何でも生身なんですよね。人の動きもそうですし感情もそうですし、あ次の曲かかるから一回言っときますね、この次の曲も紹介しときます。ワルキューレで一度だけの恋、一度だけの恋なら君の中で遊ぼう、わがままなキスをしよう。はい、ワルキューレで一度だけの恋ならでしたね。こういうね一度だけの恋ならみたいなのもねなくなっていくわけですよ。なぜなら破滅に向かっていってし、もうだって成り立たないじゃないですか、人と人がそのまま会わない、袖触れ合うのもね、だからそういうことがなくなるわけですよ。だからマスク越しのキスになるわけですよ、一度だけの恋ならとか言いながら。っていうことは、まあ、破滅ですよね。それしかないですよね。人類がどんどん減っていくっていうのは良くないですよ。やっぱりまあ、数多けりゃいいっていうことではないですけど、でもある程度国民のそのなんていうんですかね、人数を
保っとかんと無理じゃないですか。でも今はそんなことになっていってないですよ。このコロナのおかげももちろんあるけど、その、人流を止めたりと緊急事態宣言が出るっていうこと、まあ私は緊急事態宣言を出すことには別に反対ではないんですよ。ただあまりこの政策をなんかやったりやめたりやったりやめたりやったりやめたりみたいな繰り返しとったらもう破滅しかないやんっていう話になってくるわけですね。で、まああれですよ、まあ、ちょっとあの話がそれるかもしれないんですけど、最近街を見とったらですね、あの上下デニムのちょっとふわっとしたあのなんていうかな、まあ、今カマクモもねパーマ当たってるわけなんです、あごめんなさいパーマかかってるわけなんですけど、パーマちょっと当たってあごめんなさい、かけてる感じの若い女の子で、あの上下デニムのちょっとケミカルウォッシュっぽいちょっとオーバーな感じのね、あの私たちが80年代の時にやっとった服装をやってるこちらほら見かけてるんですよ。あやっぱ時代って繰り返すんだなとか、まあ、音楽もそうです、まあ、どんどんあの繰り返してるんだろうなって、昔の音楽っぽいやつが流行ってるんだろうなって、まあ、80年代、まあ、アイドルとかねあじゃないですか。っていうことは何ですか、大きく見たら大きい転換期にこう入ってるんだろうなと。で大きい転換期をちょっとずつ繰り返しながら歯車のようにどんどんまあ前に進んでいくっていう感じにはなってるんだろうなと思ってるんですけど、それが破滅へ向かっていっとったらどないすんねんっていう話になるなっていう、今日はそういう話なんですよ。それでですね、最初に言ったミーハーは正義だっていう表の一言があったんですけど、やっぱカマンクボはですね、そんな時からミーハーっていう精神が新しいことを取り入れてですね、その取り入れることによって今破滅に向かってるところを新しさを含めて今度また大きい改革ができると、新しいものを取り入れて取り入れてしていくと破滅に向かうのが止めれるんじゃないかっていうのと、もしくは口角上げて破滅の道を歩いていこうっていうぐらいポジティブに捉えた方がいいんじゃないかなっていうのを今観光の中ではですねツボとしてあるわけなんです。あーもう一曲かかりますよこれね、私の好きな曲次かかるんですけど、はい、いけないボーダーラインっていう曲です。これも、これはねそのワルキューレのみゆきちゃん、みくもちゃんかが歌ってるんです。見つめ合って恋をして無我夢中で追いかけて、だけどもっと知りたくてメラメラしてる、願うほど謎が増え思うほど熱になる、だからもっと飛び込むのみたいな世界、ああ恋とか夢とか誰でも信じるけど、そこそこ責めなきゃつまんないよ、ギリギリ愛いけないボーダーラインないの字でも全て壊してみせる、ギリギリ愛さらなる地へと意識が溶ける、体は制御不能いっちゃうもんね、ふざけ合った友達と求め合ったあの人と、はい、すいません戻ってきました、いけないボーダーラインですね。次は、お便り行ってみましょうか。カーマさんこんにちはって書いてますわごめんなさいこんにちはクラスターバンバンビガラです。ハエズのツボですか、美味しい思いをしたいと思ってると破滅しますよね確かにこんなおじさんに若い子なんか相手してくれるわけないと言い聞かせてないと破滅させられます確かに、はい、とりあえず若い子にモテるために
腹周りの脂肪を破滅してやります。心がけですね、素晴らしい。リクエストはカーマは気まぐれでお願いします。まあカーマですけど、カマンクボです、私。はい、そういうことですか。まあまあそういう思いしたいですかね、みんなね。そら、まあ私もそらしたいかな、そういう思いね。みんなそうなんじゃないんですか。だからまあマッチングアプリしちゃったりとかね、やってるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとカーマかけますか、これ。カーマのやつはね、ちょっとかけたいかな。じゃあ一旦そっちリクエスト来てるんで、カーマ一回かけときますね。カーマかけときます。カーマ気まぐれカルチャークラブです。カーマ気まぐれ聞いてもらってるわけなんですけども、ですね、今日はちょっと違った感じで、あれします、心理テストとかしてみます。皆さんも一緒にやってみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、あのですね、黄緑色でイメージするものって何でしょうかっていうなんですけど、A がマスカット、 B がバッタ、 C が新緑、 D がこれ何だっけ、ペリドット、宝石ですね。皆さんいいですか、自分の中で決まりました、想像できました。じゃ診断できることをこれ言いますね。これはね、診断できることはあなたの未熟度らしいです。A の、マスカットを選んだあなたは未熟度マックス、初々しい感性の持ち主らしいです。はい、B の、バッタやアオムシといった生き物を連想したあなたは、未熟度 70%、 子供心が健在らしいです。はい、で C の、若葉新緑といった植物をイメージしたあなたは成熟が進んでいる、未熟者度 50% ですね。で D は、ペリドットみたいなこう宝石をね思い浮かべたあなたは円熟の境地に至ることもあるらしいです。未熟度 30% 以下らしいです。未熟って言われたらないな。まあ未熟なんですけどね。では今日はさっきからいろいろかけとったんですけども、カマンクボはですね、作詞作曲活動をちょっといろいろこんなこと言いながらなんですけど、やっていきたいなと思ってですね、でまあ、自分のことをやっぱりこうちょっとずつこうブランディングして自分でこう変えていくっていうことは、さっきも、ね、お腹周り減らしてとかって言ってはったけど、そういうのももちろんいいじゃないです か、その自分を自分でブランディング、その例えば資格取ったりとかするのもなんかこうブランドをつけていくっていうことなんですかね、今ブランディングっていう言葉はね。だからそういうことをして自分が破滅に向かっていくのを、妨げれたらいいかなとかも思いますし、またもの作詞作曲活動を今からちょっとずつ、していこうかなと思ってるわけなんですよ。はい、ですね、今日は私の好きな曲ばっかりかけてるんですけども、またこのちょっと後ろでかけとこうか、これな、
これも好きな曲の一つなんですけど、あのさっきから私がねようかけてる曲っていうのは実はアニメのマクロス系の曲をずっとかけてたんですけど、まあその作詞作曲ってあの今かけてた曲全部私作詞作曲のすごいあの何ですかね尊敬してる曲というかを流してたんです。で今日はね破滅の壺っていうことだったんでマクロスの内容をね思い出してください皆さん。私どうですか皆さん、あの男性女性、まあまあかいつまんで言うと男性女性の星から来てなんかそれが出会ってみたいな、ほんでそこでなんか恋愛しちゃってみたいな、結局あ男性とか女性とかっていいもんやなっていう、すごいかいつまんで言ったらそういう、まあ、子孫繁栄の前段階の恋とか愛とかなるんかなっていうアニメだと思うんですけど、何ですかだから私が言った破滅に向かわんためにやっぱ子孫繁栄っていうのが大事なわけじゃないですか。だからそうやって考えるとこのマクロスの曲っていうのは感慨深いなとは思ってるんです。でこんだけ言うて私マクロスを一回も見たことはないんですけど、ちゃんと見て勉強してきます今度は、はい、っていうことです。で、もう一個ねお便り来てた、もう一個お便り来てるんで読みたいなと、いつもの方なんですけど、カマンクボさん、ツボラーの皆様こんにちは、こんにちは。今日は破滅のツボということなんですが、カマンクボさん、仲間の居所やおせっかいは大丈夫ですか、どうされるんですか。あ、もう何かカマンクボさんがコスプレしてでもしてお弁当するとかテイクアウトとかあとウーバーイーツとか皆様で頑張ってくださいね。コロナが収束してつぶらなみの様と仲間ずの居所やおせっかいでお会いできる日を目指して頑張っていきましょう。リクエストはカマンクボさんのおすすめの曲でお願いします。お仕事頑張ってください、ね、百恒さんでした。全然破滅、まあまあ心配してくれてはるってことですね。いやー、そんなあれですよ、百恒さんも心配してくださいよ自分。まあでも子孫繁栄は今されてるから、子孫繁栄のその先のもう一回子孫繁栄ねところまでね頑張ってください。百恒さんは、はい、私はまあ別のやり方で皆さんに喜んでもらったらいいかなと思ってやってますけども、はい、でまあマクロスの曲、今日のこの一番破滅の壺に合ってる曲をまあ一個かけて、その後この破滅のラインでもう一個聞いてほしいから、このとりあえずマクロスの曲を一回聞いてください。これはですね、題名がですね破滅の純情っていう曲だったんです。で今日はなんで破滅の壺にしたかというと、もちろんこの曲が大好きやからに
あの破滅の壺になったんですけど、このね破滅の壺を作られてる方、小森田実さんっていう 作曲の方なんですけど、この人すごいんですよ。スマップのシェイクとかその辺とかも作曲されてるんですよ。やっぱスッとなんかこう耳に入ってきやすい感じがしますね。まあアニメの曲カマクボ、まあもちろん他の曲もいっぱい好きな曲はあるんですけど、あのちょっと爽快な感じの曲が多いい感じはしますね。なんかこうちょっとしたアップテンポなポップ、ロック寄りのポップみたいな感じのことが多いんかなとか思ったりとか、なんかこう あんまりスロー、まあスローはめっちゃスローのやつあるか、あのリン・ミン・メイの曲とかもありますもんね。あの 森口博子さんの、え森口博子さんやな、森口博子さんのあのガンダムの曲とかも結構あの静かな曲やし、この間の鬼滅の刃のあのホムラもね、もちろんちょっとゆっくりな曲なんですけど、なんかやっぱりこうアニメの曲ってなんか早い感じの曲が多いなっていう風にはかまんこぼは思うんですけど、どちらかというとそっちの方が、まあ、作りたい曲かなって思ったりとかするんですけどね。どうですかね皆さんは、あの作りたいものとか、まあまあ、 あの破滅しないためにが何とかして、さっきも言いましたけど自分でブランディングして何とかして生きていかなければいけないなと思うんですよ。だから口角上げて破滅の道を歩いていこうじゃないけど、本当に今何とかね、そこを食い止めるために、まあ私は作詞作曲とか、違うその店は休業しますが、あの違うことをチャレンジするっていうのを、あのぜひ皆さんもあの考えてやってるんでしょうねきっとね私に言われることもなく、皆さん多分いろいろ考えてやってはるんでしょうけど、今ほんましんどい人いっぱいおるかもしらんけど、でもやっぱり生きていかんなあかんのちゃうかなと、破滅に向かってても、それでもまあ楽しんでそっち生きていかなあかんのちゃうかなと思うんで、あのぜひ皆様でね、最後のね曲をねかけようかなと思うんですけども、最後の曲はですね、あれですよ、これもちょっと破滅的な意味が入ってるんで、皆さんもなんかあの和訳とか見るんやったらぜひ見てくださいね。最後の曲はですね、ローリングストーンズのシンパシー・フォー・ザ・デビルっていう曲なんですけど、このなんか PV オフィシャルビデオもめちゃめちゃかっこいいんで、ぜひこれ YouTube でよかったら見てください。来週もカマンクボのツボぜひ聞いてください。毎週月曜日18時から20時までお送りしていますユイのホットタイムマンデー、80年代中心ディスコナンバーや美容と健康のワンポイントアドバイスなど癒しをテーマにお届けしています。お相手は高須賀ユイです。聞いてね。ラジオ岸和田が午後1時をお知らせします。